提供でお送りします。新車情報90でございます。私は三本和彦です。梅雨真っ盛りになりましたけれども、他の地方はどうでございましょうかね。この辺は、まあ、梅雨の雨とも言えないようなすごい雨が降ったり、パッと雲が切れたり、それから風がビュンビュン吹いたり、随分妙な梅雨だと思いますけれども、とにかく自動車の運転というのは視覚頼りに運転しているところが多いわけでございますから、どうぞ視界のいいように窓ガラスなどはきれいに掃除をなさっておいてください。冒頭はいつものように、はい、岸子の何でもインフォメーションから始めようと思います、はい。今日は大変に嬉しいことに、実は海外からおはがきをいただいたんです。この方は青年海外協力隊で自動車整備のためにこう派遣されている塚本俊夫さんという方なんですけれども、派遣先がコスタリカなんですって。ずいぶん遠いですね、うん。赴任途中の渡航先で見たハイルックス、日本名ではハイラックスについてのご報告なんですね。ちょうどはがきで見えますでしょうか。塚本さんの右手の先に実は三角窓がついてるんですね。この三角窓なんですが、同じ国の中でも、例えばついていない同形式のモデルのものも走行しているということなんですね、うん。それはほとんどアメリカから入ってきた、中古のものらしいんですけれども、もし日本で販売するんだったら、そういった両タイプ、ついてるものついてないもの両タイプを販売してほしいですっていうおはがきをいただきました。そうですね、アメリカ行くとね、はい、日本の国内で売られてる車には三角窓がないのに、アメリカで売られてる車で三角窓のついてるのがあるんですね、。この番組も随分長いことになるんですが、随分長くお願いしてるのは、三角窓がなくなってもいい、三角窓の機能だけは残してくださいということを随分長く申し上げたんですけども、この頃三角窓のこと言うの口酸っぱくなりましてね、それからホイールキャップなくしてください、一番先になくしてくださったのはね、実は三菱だったんですよ。それでは本題に戻りまして、今日話題にするのは5月の21日に三菱自動車から発表になりました、発表発売されましたデアマンテという車です。でデアマンテというのはダイヤモンドの、スペイン語で、ダイヤモンドのことをデアマンテというんだそうで、三菱初の3ナンバー専用ボディで、それから4ドアのハードトップというタイプの車で、いろいろな装備がついております、私はよくホンダの車をびっくり箱と言うんですが、この頃はホンダはびっくり箱でなくなりまして、三菱の車はびっくり箱じみてきたんですが、その車を取り上げようと思います。でこのデアモンドのシリーズの中から、今日このスタジオへ持ってきましたのは三菱デアマンテ 2WD25VSE という車に4速のオートマチックのトランスミッション AT がついているものでございます。メーカーからのお客様は三菱自動車の乗用車商品開発室のプロジェクトマネージャー、その山田直之さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。で山田さんにはもう何回かこの番組においでいただいたんですが、そうですね、山田さんはもう三菱入ってどのぐらいですか。そうですね、27、8年とこういったところですね。もうずっと自動車ですか。そうです。あ、入りましてからまずシャシー設計、サスペンションなんかを開発いたしまして、はい、それからもう15、16年、17、18年くらいになりますか、はい、車の取りまとめを、はい、主にギャランのシグマ、初代のシグマの頃からもう15年ほどギャランをやってまして、はい、この前新車情報の皆さんにはギャランを発表した時に、はい、そうですね、きまして、今少し今度の新しいディアマンテというの開発を担当しております。そうですか、話はまだ詳しく伺いますが、ここでコマーシャルでございます。それではいつもと同じように、まず最初にこのディアマンテという車、どういう狙いで開発したのか、それからこのディアマンテという車にはどんな特徴があるのかというお話をメーカーの方から伺ってみようと思います。じゃあ山田さんお願いします。ディアマンテ開発の狙いは、小型車枠から脱皮し、従来の上級小型車の一クラス上を狙った新しいタイプの上級車を開発することでありまして、今までの日本車にはなかった深い味わい、上質な
走りを皆さんにぜひ楽しんでいただきたいと思って開発いたしました。スタイルは全幅1775ミリのワイド&ロープロポーションを生かし、伝統的な欧州上級車に通じる高品質で存在感のあるデザインとしました。走りの機能としては、この 25VSE には新開発の 2.5 リッター DOHC 175馬力の高出力 V6 エンジンを搭載し、足回りにもマルチリンクサスペンションを採用し、このクラスにふさわしいしなやかでゆとりのある走りを実現しております。特に事故を未然に防ぐ予防安全に重点を置き、三菱独自の機能を持った新しいトラクションコントロールシステム 4WS 四輪アンチスキッドブレーキなど新技術を各種盛り込んでおります。数々の新しい装備と幅広ボディで、お値段の方は従来の上級小型車並みの大変求めやすい価格になっているのが特徴であります。はい、ありがとうございました。でその車に私が試乗をしてまいりました。私にはまだ求めにくい値段でございましたけれども、VTR が撮ってございます。ご覧ください。これは三菱の新しい車種でデアマンテという車です。デアマンテはスペイン語でダイヤモンドの意味で、三菱の技術の総力を挙げて作ったような車で、でその仕掛けを解説し始めるともうどうにもしょうがなくなりますんで、走る印象を申し上げますと、まず中低速ではこの車の可変ダンパーは、減衰力の低い方を自動的にセレクトして、そして柔らかい乗り味で、走ることができます。ところがこれが高速に行くに従って自動的にダンパーの減衰力が上がりまして、こじっかりした足取りになってきます。でそうなるとやや硬みを持ち始めます。でまあとにかくその乗り心地よくしてやろうと、新回りのダンパーなどを制御してやって、それも機械制御ではなくて電気制御をしてやって、そして乗り心地を良くしてやろうという考えで、作られています。今時速100キロで走っていますが、この 2.5 リッターの V 型エンジンは、ツインカムで、しかも16バルブ、1つのシリンダーに4つのバルブがついている高性能高トルクのものでして、高回転にも強いで、7000回転までこのエンジンは使うことができますが、オートマチックの4速で、走っていますが、その4速ギアを使っているときに時速100キロは2500回転です。まあこんなに低回転で時速100キロになる車ってのは少ないと思いますが、要するに高速巡航をするときにはエンジン回転を下げて、音を静かに燃料をあまり食わせないというように作られています。で音をちょっと聞いてみますと、こんな音です。あら静かなもんですね。時速100キロで透明道路を流れていて、これはテストコースやりませんで一般公道ですから、音のやかましいトラックが通ったりなんかするんですが、それでもこの居住空間は63デシベルぐらいで収まっちゃうんですね。この音の静かなことっていうのはいいもんですね。三菱はややスポーティーにハンドルの味を仕上げるんですが、この車もそうでして、わずかに操舵しただけでも車が操舵された側へ行きたがります。行きたがるというよりは敏感に反応する、ようにしてあります。でそういう点ではなかなか昔この手のものをスポーティーセダンとかスポーツセダンとかって言いましたが、それに近い味付けになっています。でこの車はもう小型車の枠から抜け出まして、幅も広くエンジンの出力も大きいわけですが、いわゆる3ナンバーの車になっています。で、
空間はなかなかうまく作ってありまして、例えばこの頭上空間もセダンらしく、十分に高く取ってあります。拳1個が楽に入って揺らすことができるというぐらい高く取ってあります。椅子の表面張り材は革です。なぜか日本人は革大好きで、まあ、イギリス人も好きだというんですが、この革はいろいろ吟味してあるようでして、お尻を滑らせてもあのキュッキュッという特殊の革を擦る音が聞こえないようななめしになっています。革製の椅子というのは 時としてはあんまりありがたくないことがあるんですが、このシートはなかなかよく吟味されたシートだと思いますね。それからまあこれもこの頃の流行りというか、ヨーロッパの高級車も昔からついてるんですが、アームレストがついています。でこのアームレストも、なかなかのものでして、こう角度が好みで変えられるというようにできています。長距離ドライブをやるときに意外に効果があって、なかなかいいもんだと思いますね。何でもかんでも電子制御、しかもエンジンは小型車枠を超えた出力の大きいもの、車全体は滑らかで快適に走るカプセルにするために、ありとあらゆる三菱が持っている、しかも表現できる技術全部つぎ込んだというようなものです。ディアマンテです。ダイヤモンドっていう意味があるそうですけれども、早く私もこのぐらい大きな車を堂々と運転できる女になりたいとつくづく思ってますが、この車何しろすごいんですよ。じゃあキーを刺してみましょうね。何がびっくりするって今動いたでしょ。というのは実は今これは私のポジションなんです。このポジションをメモリしてあるんです。まあ、普通はこの辺動かしたら大変ですよね。それがこうしてオンにしただけでもハンドルの位置までこれでもう安心して運転できるわけです。でこれっていうのは実は3人分までメモリできるんですけれども、では試しに三本さんでやってみましょう。三本さんは2番でメモリをしました。ほらだいぶ後ろ行きましたね。三本さんって足がないんですね。というように、まあ、この車はもう本当にありとあらゆること全部電動なんです。まあ、電動なだけにこれはちゃんと覚えないといけないだけど、まあこの一冊結構あるんです。いやこれは私はもう覚えるの大変です。覚えられるかしらね。困ったな。ディアマンテの二輪駆動をいつもの山坂道に持ってきました。でこれはいろいろな能書きがあるんですが、例えばこのコーナーをこう回ると、自動的にトルクが加減されましてタイヤが鳴り出さないっていうんで、その能書きを信じて今やってますが、なるほど曲がり方でなんかいい加減にアクセルを開いて入っていっても、何の支障もなくという感じですね。こんな具合ですからね。カーブの入り口でなんとなく車が行く地がなくなって、なくなるようになっていて、それでタイヤ鳴らせないんですね。要するにタイヤがスキル悲鳴を上げる前にちゃんとこうコントロールしてくれると。もうこれは自動車の運転うまいも下手もないですよ。こういうところでわずかにキッキキッという音がしますけれども、とにかくまあ実にうまい具合に走るんで、感心します。でこれがさらに4輪駆動になるとさらにいいんでしょうね。私には高くて手が出にくいと申し上げましたけども、これじゃ面白くなりましたね。あの海外の特にヨーロッパの名車なんかに比べると全然違う生き方を考え始めているようですね。でいつもね燃費をご報告いたしますと、この車の10モードの運輸省の審査値を見てみますと1リッターで 8.4 キロ走ると公表されております。我々の VTR ロケはご覧の通り山坂道を登って年中エンジンを高回転させましたが、それでも 7.9 キロ1リッターで 7.9 キロ走っておりました。
で音は静かだったり、人間の耳ってのは割合に敏感なもんで、静かだなと思うのは、驚くほど静かで、63デシベル、70デシベルを切ればもう高級車の仲間なんて言ってましたけども、近いうちは60デシベルを切るかも分かりませんね。ずいぶん静かな車でございました。話は続けますが、ここで2回目のコマーシャルをご覧ください。山さん弱りましたよ。これどれから伺っていいのかわからないんですが、とにかく短い時間の中になるべくたくさん詰め込もうと思うんですけども、はい、まず一番初めに伺いたいのはこの車のサイズ、まあ、小型車の枠からもうはみ出してやろう、はい、税制も変わった、はい、世界中のコンペティター見てみると少し大きいと、はい、だから、もう少しっていうのよくわかるんですが、この寸法に決めたのはなぜですか。今三坪さんのおっしゃったように日本の小型規格といいますと、どうしても長さが長くて幅が狭いと、そうですね、こういう形で世界的に見ても少し歪んでる形なんですね。ああ細長くすぎる、それで我々としてはかねてからまあこういう上級車にはベストなサイズの車を使いたいと思ってたんですけども、はい、消費税が導入されると、こうなりますと3ナンバー5ナンバーの税金も変わらなくなると、はい、そういうことで思い切って、幅を広げようと、こうしますとスタイル的にも前後をかなり大胆に絞って、はい、できますますので空気空力的にもいい、はあ、スタイルも非常に構成感のある、そして引き締まったデザインができる。もちろん、トレッドが80ミリも広いですので、はい、草案も非常に良くなると。80ミリなんてのは素人が考えるとこんなもんですから大したもんじゃないと思うんですが、これは効きますか。これを80ミリ広げることによって乗り心地、草案、そういうバランスが非常によく取れるということになります。なるほど。もちろん日本の道路事情なんかも考えて、はい、まあ、この上級車クラスには、まあ、ベストなサイズじゃないかと、まあ、そんなような意味でこの寸法を決めたわけです。ああそうですか。もう少し幅広げちゃおうかなんていう案はありませんでしたか。まあやはりこのクラスというとやっぱりインターナショナルなサイズというものも一つありますし、はいはいはい、また大きいものはさらにまた車格の上の車ということもありますので、はい、このクラスにはこれがこの上だってあるんだよということですね。そうするとコンペティターとしては競合する車としてはどんなものを横目に選んでましたか。まあ私どもとしてはコロナのーマーク2、はあ、ローレル、はい、まあ、こういう上級小型車、はい、まあそれとまあヨーロッパの方にも輸出したいと思ってますので、はいはい、その場合にはベンツの124シリーズと、はい、BMW の5シリーズと、はい、いうような車を考えております。なるほど。実はいろいろ映像をお借りしてるんですが、はい、この車のそのびっくり箱ぶりの仕掛け、外から見るとびっくり箱に見えないんですが、実は内蔵されてるのはびっくり箱だという映像がありますのでそれ出していただけますか。TCL、トラクションコントロール、要するに、車軸にかかる力を制御してやろうという考えですね、はい、でこれが2つあって、1つはトレースコントロール、これが珍しい言葉で、後でまたこれ山田さんに伺わなきゃいけないんですが、それからスリップコントロール、車輪が空回りするのを防いでやろうってわけですね。でこれはパイロンテストなんていうんですが、現実にはなかなかこういうケースは少ないんですけれども、これはついてないやつはトレースコントロールってついてないやつはどっかに飛んでっちゃいましたけれども、トレースコントロールっていうのがついてるとちゃんと間に合うと。これは山田さん、やっぱりエンジンの出力制御をするわけですか、トルク制御をするわけですか。そうですね、はい、ハンドルの回転角とスピードというものを検出して、それによってエンジンの出力を必要に応じて変えると、そういう自動的に変えるですね。これはスリップコントロール、上が一般ドライバーで下はベテランドライバー、こういう滑りやすいところでは実にうまくアクセルを煽りながらベテランは行っちゃうんですが、素人は滑りっぱなしだからちっともうまくいかない。ところが仕掛けがついていると素人の方が速いと、こういうことになるわけですね。もう一度、下がベテラン、上が一般ドライバーのスリップコントロール付きと。今度は旋回性ですよ。この雪道で外側に出てって対向車があるとダーンとここで行っちゃうんですが、これにスリップコントロールがついてますと、こう内側張っていっちゃうんですね。で今度両方を比べてみてみます。片っぽは外側に膨らんじゃう、片っぽは内側を取れると、これ見てみりゃね、へえと思うんですが、仕掛けとしてはどんな仕掛けなんですか。そうですね、その
リップコントロールから、スリップコントロールというのはやはり、車輪が駆動輪がスリップを仕掛けたというのを、はい、車体が検知、はい、しましたら、はい、まずは点火時期を少し遅らせると、はい、あるいはスロットル自体を閉じるというようなことをして、そんなのアクセルなんか踏んでたって自動的にエンジンの方で、閉じちゃう。そうです。そして最も発進しやすい、安定して、発進できるような出力に、絞ってしまうと、いうことで非常に、安定した走りができますね。なるほどね。これはよほどしかしテストドライバー運転が下手なやつたくさん雇ってないとこれできないでしょうね。テストがテストドライバーなんてみんな腕がいいんですから、それでもやはりテストドライバーでもなかなかこれがついてますと、うまくより速くなるというような感じもいたしますよ。ああそうですか、はい、そうすると車の制御系が巧みになってくると、はい、大元の人間、はい、これ制御系の立派な大事なコンピューターなんですが、はいはい、これが多少配線が狂っててもなんとか車安全に走ろうと、こういうことですね。そうです。これが最近私ども三菱の自動車作りの基本になっておりますのが、まあ、アクティブセーフティーを重視したイージードライブシステム、はい、これは人間がなかなか予見しにくいような先ほどおっしゃった、はい、路面の状況とか、はい、あるいは緊急回避とか、ドライバーがなかなかコントロールしにくいようなものを、車の方がカバーしてやって、結果として、安全な運転ができると、これがベースでありまして、はい、この一つが今のこのトレースコントロール、トラクションコントロールということで、いろいろありますね、はい、さてところで、今絵が出ていますが、これはトレースコントロールの働きぶりで、トレースコントロールがないと外側へ車が膨らんでいっちゃうのが、トレースコントロールがあればちゃんと狙い目通り曲がれますよというもので、これはエンジンの、トルクを制御して、こういうふうになると、これそれでよろしいですか。そうですね、やはりうっかりアクセル踏みすぎたような場合、飛び出すのを防ぐ、まあ、転ばぬ先の杖といったようなものは非常に、まあ、運転の慣れてない女の方とか、はい、お年寄りの方にとっては非常にありがたい内容じゃないかと思っております。はい、もうすぐ年寄りになります。いえいえ、そこで実はその珍しい映像を拝借いたしました。やっと拝借できるようになりましたと言った方がいいでしょうかね。実は制御系が、もし人間という制御系がダメで毎日のことが起こると、この車はどうかという実験のフィルムでございます。お願いします。これは高速フィルムで撮っているわけですが、固定バリアテストというものですね。これはそうですね、止まっているコンクリート塀にドーンと当たった時にどういうふうに車が、うまくショックというか衝撃を吸収して中を安全に保とうかということなんですが、これがまあ外側が硬すぎてダメ、柔らかすぎてダメ、なかなか難しいところなんだそうですけれども、これは真上から見たところです。おー、サイドミラーなんか見てると前へ飛んでっちゃうほどの衝撃ですね。これは山田さん、時速何キロぐらいのテストでございますか。まあ、日本のテストの条件で50キロということで、はいはい、今ご覧いただいたように、衝突した時のエネルギーがフロントのノーズ部で吸収できて、はい、この部分で、キャビンの変形はほとんどなかったと、はい、ああいう衝突の場合でもドアを開けていただければ、うん、すぐその状態で開けられる、脱出できる、そういうようなふうに工夫しております。まあとにかく三菱のエンジニアってのは難しい顔をしてて、何を考えてるんだか分かんないと思ったら、こういう難しいことをいろいろ考えたんですね。他にこの車について、ここがびっくり箱だよというところがまだ山さんおありになりますか。これ四輪駆動じゃなくてよかったんです。四輪駆動だとまた仕掛けがついてますんでね、まずは二輪駆動からっていうんで、この小さいびっくり箱から上げてみたんですが、そうですね、やはりこの車の第一番は心臓部、エンジンですね、はいはいはい、エンジンは先ほどもありましたように V6 の 2.5 リッター DOHC、はい、そして三坪さんすいませんけども、ちょっとエンジンの、はい、パネルを見せてください、はいはい、可変吸気システムと、可変吸気システム、これですね、はい、これを電子可変吸気システムを採用いたしまして、はい、これは低速では、はい、缶の長いところを吸入する、はい、それから慣性下吸というものをやってるわけですね、はい、道中長くしといてやって、スーッパーンと放り込んでやると、
火球に近い効果が大、はい、低速ですごくトルクが上がります、はい、燃料少なくて済んでトルクが上がる。で高速になりますと今度短い、はい、休憩間を使いまして道中長いとくたびれちゃうから、はい、道中短くしてやって、はい、パッと威勢よく突っ込んでやる。そうしますと 高回転の出力が上がる、はい、それからもう一つのミソは、はい、この切り替えをやってますこの弁が、はい、エンジンの回転数に従って、はい、連続的に変化する。はあ、いきなりガボッと開くんでもなければ、はい、いきなりボッと閉まるんでもなくて徐々に徐々に徐々に回転に合わせながら開いて、そしてこう谷作らないということですか。そうですね、うん、したがってこういうところに谷がない、なるほど、まあ、低速から 高速まで非常に、フラットなトルクが出ると、はいはい、まあ、この電子化変球システム世界初めてなんですけども、これは2リッターのも 2.5 リッターも3リッターのもみんなこれがついてます。それですからとても楽しい、はい、ゆとりある加速ができると、これがまず第一なんですね、はい、それから同じようにトランスミッションにも、ホールドモードといいまして、はい、セカンドなセカンドで、変速しないでそこで楽しめる、はい、AT で雪の中でアクセルを強く踏んだりなんかすると今までのやつはローギアからスタートするからローギアの時にピャッと滑っちゃう、はい、滑るといきなりギアがポッとこう移動して具合の悪いことが起こるけれども、はい、これでやる気ならば2速のホールドからスーッとスムーズに出ていくこともできると、こういうことですね。そうです、はい、それも安全の方につながっていますね。なるほど。それからサスペンションも先ほどもちょっとご説明しましたように、リアにマルチリンクサスペンション、はい、これはトレーリングアームの乗り心地のいいところと、はい、ウィッシュボンタイプの、はい、相反性のいいところ、はい、両方の長所を話しました。自動車の車輪なんていうものは地面になるべく直角についてなきゃいけないのと、はい、で車のこう変動やこう動きで、はい、設置の角度が、内側に詰まっても具合があり外側に突っ張っても具合があり、なるべく直角についててもらいたいと、こういうことですね、はい、そのために皆さんいろいろご苦労なさる、はいはい、それをマルチリンクというやり方でやった、はい、それから 25VSE にはオプションですけれども、はい、先ほどもありました電子アクティブ電子制御サスペンション、はい、これは空気によって、車が旋回するときに、はい、ロールするのを外側が倒れたがるのを防ぐ、こう空気で空気で空気をその沈む方へ空気入れてやる、はい、圧縮空気、はい、でこう立ち直るさせ、はい、要するにスタビライザーの一種ですわね。そうですね、はいはい、で同じような効果がブレーキを踏んだときに前へ積み止めるのを防ぐとか、はあ、ノーズダイブなんて言いますわね、おじいちゃん、はい、ずっと高くなった、うん、悪い道を走るときには少し自動的に車高が上がるとか、はあ、そういうアクティブ ECS というようなものも装備してます、はあ、これはオプションですか。はい、はあ、それからアンチロックブレーキです、うん、これもこの車の 25VS には標準装備になってます。トルクコントロールはするわ、スリップコントロールするわ、ブレーキなんかボーンと踏んだって、こんなやろ危ねえブレーキの踏み方するなって言うと車が勝手にペッペッペッとこうポンピングブレーキで止めようというわけですか。そうです。なんとも賢い自動車で参りましたけども、視聴者がトランク見たがるんです。すいません、ちょっとトランクを開けていただけます、はい、この車は、前輪駆動なもんですから後ろがこうガボガボに開いておりまして、こんなでかいトランクになってまして、でこの中を開けますとここにスペアタイヤが入っていますが、そのスペアタイヤのところに、その上に小物入れがついてまして、これ散々この番組でも言いましたよね、これがカッタンカッタンうるさくてしょうがないからどっかに収容しよう、で三菱さんはこういうふうに収納したということですね。随分大きいトランクですね、これ。そうですね、やっぱりこれは幅広御殿の特徴も出てますし、はい、FF でございますので、はい、燃料タンクが、はい、鉱石の下に入っているから、ここはもう全くトランク、はい、専用にできると、はい、これが非常に広くなっている理由なんですね。あ、なるほどね。と四輪駆動になりますと、ここのところいくらか狭められますでしょ。そうですね、はい、少しちょっと上がってきてます。少しぐらいで済みますか。またこの一度車で、見ていただきたい、はい、こういうふうに思ってます、はいはい、なんで四輪駆動やらなかったのかって言われてるんですが、まずはこのびっくり箱あんまり驚かない説に二輪駆動から重要ですね。
須田さん、この 4WD、 このクラス初の 4WD がディアマンテにございますの で、 そうです、ね、また一度ぜひご紹介いただきたいなと思っております。そうですね、いや内容を見てみますとね、ベンツの一番小さいものでもざっと500万円、はい、で私が高くてもこれは300万を切るわけですから、内容的には随分濃い車だと思いますね。三菱も面白くなりました。期待しております。はい、コマーシャルでございます。コーナーです。毎週たくさんのハガキありがとうございます。まずは三重県四日市市の久米内としのりさんからいただきました。ありがとうございます、はい、これから暑くなりますね、うん、青空の下に駐車してあったあの車に乗る時のムッとした熱気には並行します。メーカーは断熱材の研究などしているのでしょうか。また高級車のみに装備してあるんでしたら一般大衆車にも普及させるべきだと思いますがいかがでしょうというおハガキですが、うん、あら断熱材の研究なんか一生懸命やってましたね。あの天井の内張り材の内側にね、いろんなものを入れて断熱するんです、ところが透き通っているものっていうのはどうしても直射熱通しちゃうんですね。だからガラス窓も一生懸命防熱にしてるんですが、それでもね熱吸収しきれないで中入れちゃうんですね。ですから車の中で真夏で、天気のいい日に、直射日光下に車さらしておきますとね、はい、車の部分、まあ、大体その日の当たるフロントのダッシュって言いますかね、掲示板の上のあたりは温度が80度から90度ぐらいになるんですよ。でハンドルなんかもそのぐらいの温度に なるんで、で火傷しちゃう、でそれを防ぐために皮を巻いたりそれからいろんなことをするんですが、はい、けれども熱くなるのはもう防げないので、どうか手の火傷なんかしないように、それからなるべく日陰見つけて、そして風下に頭を向けて止めるように努力なさって、風下に、うん、はい、その方がいいようですね。なるほど、はい、それからエアコンのこともなかなかそうすると気になるんですけれども、実はあの千葉県流山市の名田博之さんから、エアコンを使用するとエンジンのパワーがぐーんと低くなるんですが、うん、エンジンと連動しないエアコンなど開発されないんでしょうかというおなぎなんですが大変ですね、これは。いろんな試みがありましてね、でその実はエンジンのトルクが、低速トルクが十分あればぐーんと出力が落ちるような感じはしないんですけれども、もしくはその加速するときに一瞬、エアコンの方 の、 その駆動力を弱めてやる、もしくは切ってやって加速をしてからまたエアコンを働かせるって、まあ、いろいろなアイデアがあるんですが、なかなかうまくいかないようですね。そうかといってエンジンの動力を使わないで他の動力ということになりますと、車がまた複雑になって、しかも目方が重くなる恐れがあると。したがってなんとか、その低速でもトルクのあるようなエンジンをお選びになるってことがいいかもわかりませんね。今度は税制が変わりまして小型車の枠が広がりましたので、いきなり税金が急に高くなるということはなくなりましたから、そういう点では排気量の大きい低速トルクのあるエンジンが有利だということは言えますね。それじゃあプレゼントコーナーです。はい、新車情報90からのプレゼントです。ご覧の自動車専門誌モーターファン、モーターマガジン、カーグラフィック、ルボラン、ナビ、クルマニア、ゴーグル、カミオン、カーセンサー、カートップ、月刊自家用車、ドライバー、ホリデーオートバイヤーズガイド、カービデオマガジン、以上13種のビデオの中からご希望の商品を抽選で140名様に3ヶ月間無料でお送りいたします。続いてのプレゼントはこちらです。三菱自動車から今日ご紹介いたしましたディアマンテの発売を記念しましてのこのテレフォンカードです。こちらペアにして5名様にプレゼントです。さあ、そしてもう一つプレゼントがあります。こちら通信機器の専門メーカー神話通信機からモービルパーソナル無線 SC905G5 を1名様にプレゼントです。それではお申し込み方法です。郵便はがきにご希望の商品名を一つお書きになって、住所、氏名、電話番号、それからご意見ご希望などを添えてご覧の宛先にどんどんお申し込みください。なお発表商品の発送をもって返させていただきます。はがきたくさんお待ちしています。忘れないうちに来週の予告だけしておきます。来週はトヨタのランドクルーザー、いわゆるランクルの7070と言ってるあれを取り上げようと思っております。はい、さてところで、山田さんね、ちょっと伺いたいんですが、このびっくり箱、いろんな仕掛け、電気仕掛けでしょ、はい、もし停電したら、どうなりますか。大体どのシステムにもバックアップというのがございまして、はい、
例えば今日ご紹介しませんでしたが 4WS、はい、これも停電しますと停電しましても、まあ、電気はあんまり使ってませんけども、はい、なんか故障起きてもまっすぐ走れる、はい、その他の機構でもだいたい標準の方へ戻るということで、まあ、標準というのはそのありがたいびっくり箱の仕掛けだけがなくなって普通のよそと同じになりますよ、はい、こういうことですか、はい、それは運転してると分かるんですか。そうですね、それはある程度分かりますので、その時にはもちろん販売店の方へ、はい、持っていていただきたいと。ああ、まあ、そういうことは、まあ、めったにございませんの で、 ああ、そうです、安心して使っていただければ結構なんですけど、いやこのぐらい自動車が賢くなりますとね、自動車ってのは物言いませんね、で曲がり方を曲がってる、この車は大丈夫だからっていうんでアクセルをだだらに踏んでる、別にアクセルでこうアクセルワークなんてのせずに、はい、車が自動的にトルクをコントロールしながらカーブを曲がり始めた、そこでプツンと停電になった、センサーからのバックアップがな、フィードバックがなくなった、どうなるのかなと思うと時々ドキンとするんですが、そんな時はどうなりますか。そういう場合も私どもは必ずテストをしてみましてね、はい、これがもう普通の人の制御から超えそうだというようなシステムの場合には、もう元々内容を変えていくと、はあ、我々は意地張るテストと言ってるんですが、はい、随分そういう特殊なケースというものを考えてやっておりますので、その辺はもう本当に安心して使っていただけて大丈夫だと思います。ああそうですか、いや私に考えつくだけの意地悪のテストをやってみたんです。実はそのハンドルの操舵角と連動して多分これはトルクコントロールをやってるんだろう、はい、だからハンドルをソーイング左右に振りながらやってみるとどうなるか、はい、なんてやってみますが、こいつはなかなか利口なもんですね。シェパートなんかよりずっと利口になりましたね。さっき番組の前に初めにシートをこう自動調整する生徒さんがやってられたんですね、はい、あれももう一つの使い方としてはパーソナルキーという自分のキーで、ドアを開けさえすれば、うん、もうそれでこの自動車がこの人だということを認識しまして、そういう感じなんですか。そういう装置にもなってるわけです。まあなんというか、ね、それで、まあ、キーが2つありましてね、一家で旦那さんと奥さんと2つのキーで、その開けさえすればもう自動的にセッティングされる、非常に自動車賢くなった。店主にしか開けられない小物入れがってあるというですね。まあ、うちの中に隠しといてバレちゃう。いつもさんだった日に行くかもしれませんね。あ、いやいや、私に関してはそうですか。だいたいそのトヨタキシコはけしからんことに私の足はよっぽど短いと思ったらしいんですが、武田鉄矢なんかよりはずっと私の足は長いですよ、ですから柔道はあんまり強くなかったですからね、すごくここ座りやすくて、あの川お客に触るぐらいいい川でしたね、今回がインテリアのテーマというのが本物の味、深い味わいというもので、素材をかなり厳選してキュッキュッっていうのね、皮珍しいですよね、あれはなんか失礼しちゃったような音がするんでね、時々具合が悪いんで、私は皮の椅子好きじゃなかったんですが、この皮の椅子はなかなかいい感じでした。それから椅子のサイズが良かったね、ケチくさい小さいものがありました。